OK、なかなかいいですね。男2人ってのはね、これ旅が楽しそうじゃないよ。いや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 、買おうと思っていたんですよ、フリード。先日私ね、ハスラー買ったでしょ。その時迷ってたんですよ、どうしようかな、もうすぐフリード出るしなと思っていたんですけども、我慢できないで、新宿の車庫の関係でですね、ハスラーにしてしまったんですけども、大好きです。これがいいんですよ、5ナンバーがいいんですよ。5ナンバーちょうどいいってことでね、早速見てみたいと思いますけども、色ちょっと私ね、一瞬シェンタかと思いました。だから見てみましょう。ほら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 、見てください、いい感じでしょ。最近のなんかあれですね、豊洲の高層マンションのね、キッチンにありがちな感じですよね。この辺がもう USB からも携帯から何もみんな入ってる。ほら、だからもうね、エンジンルームなんかね、最近ね、営業マンなんか説明しませんよ。この辺だけで説明するのは、開けんな、お前ら素人がエンジンなんか見んな言いつけてますからね。下見てください、ほらね、被災が入ります。ほら奥深い。そしてこの上なんですけども、さっき言ってみてですね、マットを引くことによって、ほら余裕ですよ。だからここにやって、でこれがね、今までのスパイクですと、これ荷物が入ったんですけども、それを取ったことによって、これね、セミダブルの大きさになったということで。そして今日はですね、もう一段ですね、こちらプラスなんですけども、これ見てください、ほらこれ標準のですね、実は300シートなんですけども、ちょっと見てください、ほら先ほどはちょっとダーブだったんですけども、ちょっとウッド系になると軽やかな感じでするんで、これちょっと見てください。私ですね、これ普通のポジションです。そんな無理してません。でここで実際3列シートになるとどうなるか、ちょっと使ってみたいと思います。今172センチ、足は長い方です。そんなに別にしんどくないな、まあ23時間だな、それ以上はちょっとしんどいかもわからない。フリード、そして、フリードプラス、両方とも私ね、いいと思うんですけども、色だな、ハスラーみたいな淡いピンクとか黄色とか、もっともっとね、まあ日本の人はなかなか買わないんだけども、そういうのが増えることを望んでいます。今からですね、使用してみたいと思います。乗ってきました。で、フリードのプラス、そしてですね、普通のフリード、こちらはハイブリッドです。まあ両方にですね、ハイブリッドもね、用意されてるんですけども、普通のレシピの方はちょっと若かったな、若さのエンジン、そして、ハイブリッドのマイルドさ、私はハイブリッドを選びますけども、さて皆さんはどう選ぶのか。私は5ナンバー大好きです。